おはようございます。今テレビの衣装の合わせですね。何を着るかっていうのを大事なんで。確かに、はい、おしゃれ。ちょっと恥ずかしいんで脱ぐんで、ちょっと恥ずかしいんで。あ、今日はクイズ番組ですね。僕クイズ番組出るの初めてで、うん、結構緊張 してますね。初ジャンルだから。小学5年生の子たち何人かがなんかサポートというか、ちょっとヒント出してくれる係でいて、一緒に、お疲れ様です、一緒にクイズを正解していくみたいな感じなんですよ。小5よりも賢いのかっていう。いや、もうそりゃもう僕23ですから。リーダーだしね。あ、そうですね、アサップの。いや、なんか結構ぶっちゃけた話、僕リーダーじゃなくてアサップでちょっと一番頭に自信あるんですよ。正直ですよ、正直。メンバー見てますよこれ。いや本当にちょっとこれを、まあ、ありがとうございますって感じです。なんかバカってよく言われるんですけど、ちょっとそういうイメージを払拭できるんじゃないかっていう、そういう機会をいただいて本当に日本テレビさんありがとうございますって感じです。でも今日あとユイと出るのが初めてなんですよ、テレビに。確かに映像越しで VTR だけ出演みたいなのがあったんですけど、うん、本当に同じ空気を吸って同じ、うん、何ですか、スタジオに入ってるのが初めてなんで、ちょっと楽しみですね。あ、今あれクラウドファンディングが150万ぐらい多分、はい、おお、マジですか。確か言ってるはず。じわじわと伸びてるんですね。なんか最近でもりゅうちゃん応援してくれてる方がちょっと増えたような気がしなくも。そうですね、ライブに行くと黄色を振ってくれる方、黄色のペンライトがですね、うん、着実にと言いますか、少しずつですが増えてきていて、すごいなんか毎回のライブがやりがいのあるって言ったらあれですけど、すごい楽しく、僕も楽しくできますし、なんかファンの方に見守られて応援されてるんだなっていうのは日に日に感じるようにはなってますね。あのペンライト振ってくれてるファンの方と目が合うじゃないですか、はいはいはい。もちろんそのファンの方は目が合うと、はい、あ、りゅうちゃんかっこいいみたいな、キャーってなると思うけど、はいはい、でりゅうちゃん側は何感じるんですか。僕ですか、うん、もうそりゃもう、あのこう可愛く振ってる姿見て、あ、もう食べちゃいたいって、食べちゃいたいって思いますね。ごめんなさい、ダメです。食べ最悪、最低。本番前にめっちゃ滑って今日調子悪いの分かっちゃった。いや、なんかアンケートみたいな事前にもらうんですよ、テレビ収録って。で、まあ、僕今この事務所入る前の事務所所属してた時に、初めてテレビ出るってなった時にアンケートをもらって、何書けばいいか分かんなくて、どんぐらい書けばいいとか、普通に好きな食べ物は何ですかって言ったら、お肉って書いたんですよ。で、なんかそういう感じでいっぱいなんかやってて、 10問ぐらい答えて、そのマネージャーさんに送って、そしたらなんかすぐ電話来て、なんだろうと思って出たら、舐めてんのかみたいなブチギレられて。そんなお肉だけじゃなくて理由とかも事細かに、しかも一つの設問に対してなんかもうめちゃくちゃ回答書けみたいにめっちゃ怒られて、もうそれがトラウマで、もう今回もその10問15問ぐらい質問あって、めちゃくちゃ長文、もうこんぐらいですよ、ほんと LINE こんぐらい書いて送ったのに、見たらなんか全然使われてなかったですね。埋めたのに、めちゃくちゃ埋めたのに、おかしいな。埋めればいいだけじゃないんですね。そうっすね、結構話持って面白くしたつもりだったんですけど。話持ったの、はい、森に持ったんですけど。例えばどのぐらい持ったんすか。え、もう半分以上嘘なんじゃないかってぐらい話作ったのに。あ、小説書いたのに。あ、そうですよ。オンエアでファンの人はりゅうちゃんの発言を何個そうです、ね、数えられるか見どころですか。あ、そうですね、はい。何個、面白い人、テレビとかバラエティって面白いこと言ったら字幕になるじゃないですか。何個僕が字幕に乗るかですね、やっぱり。確かに声が聞こえても、面白くなかったらないも同然で、字幕になったら、それが注目ポイントですか。そうですね、字幕が多ければ、あ、
こいつは面白くて爪痕残したんだなっていうことになるので、交互期待でお願いします。いやー難しいっすわ。これがオンエアされたら、はい、岡田龍之介朝プリザーバカ扱いされないっす。多分ですけど、はいですね、書かれますね、ネットに書かれます、ネットに書かれますね。なんて、龍ちゃんはバカだってすいません。はい、ありがとうございます。サイトどうされますか？販売されていきますか？ちょっと、うわー、ちょっと得意分野なかったっすわ。運動とかね。得意分野がなかったですね。なかった。はい。なんかもっと、なんていうんですかね。算数だったりとか英語だったりとかだったらいけるんですけど、僕ちょうど社会と理科と生物と科学だけ分かんなくて、ちょうどちょうどそうです、社会と生物と科学と理科が分かんなくて、あと都道府県世界とかも分かんなくて、なんか問題とかすごい上手いなと思いました。作り方が知られてた。そうですね、苦手をついてくるっていうのがすごい上手かったです。本日の範囲は苦手を知られてた。はい、そうですね苦手を知られてた。あと、まあ、ゆいの言うことは従おうっていうのはちょっと今日教訓になりました。ちょっとここでゆいちゃんに謝罪のメッセージをお願いしていいですか？本当に素直にごめんなさい。もうちゃんと従います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。幸せにするからどうか君